今日のエクストリームトークはですね、作家で今回日本維新の会から出馬を発表された猪瀬直樹さんに話を聞くことに、話をお聞きしたいというふうに思います。よろしくお願いします。お久しぶりです。久しぶりだね。もう猪瀬さんとはもう長くお付き合いしてますし、ニュースピックス時代からね。ニュースピックスで、はい、うん、例の7000ピックス行ったのあれ2016年か17年、ね、そうですね、内田のドンさんっていう、内田ドンの話をね、そしてそれをもとに東京の敵という、うん、そう、東京の敵この中にあるよ。そう、ここにちゃんと準備がいいですね。東京の敵ありました。これあくってね、これ知らないでさ、はい、結構ツイッターでさ、はい、俺の悪口言ってるやついっぱいいるんだけどこれちゃんと知ればうん、何があったのか分かるよね。そうですね、東京の敵角川新書だけどね、これ私最後の後書き解説を書かせていただいて、この解説だよ、それだから。この解説はなんか我ながらちょっと魂がこもってたなと思うんですよね。いや、力入ってるよ、なかなか力入ってましたよね。確かにここでね、思い起こせば私と猪瀬氏の馴れ初めは22歳の時だった。当時就職活動に失敗し、大学卒業後も職がなかった私は実家のある北九州小倉の喫茶店で本を読み漁っていた。その時愛読したのが猪瀬氏の著書だった。ここから始まってるんですよね。いいね、それね、なかなか20年前から。いや、そうなんですよ、これがね、やっぱ本を読むからきっかけが生まれるんでね。そうなんですよ、何でもYouTube だけで上映ちゃダメよ、それは。そうなんですよ、これで本読んでやっぱ猪瀬さんの印象が変わったっていうか、やっぱ猪瀬がそこにもありますけど、猪瀬さんのね、著作集を読んで、猪瀬さんってテレビでなんか過激なこと言ってるだけの人かなと思ったら、そうじゃなく、こんなにね、もう調べまくって日本の近代っていうものをこんなに深くえぐった方なんだなと思ったのが出会いで、なので今日はですね、やっぱその猪瀬さんが出馬するって聞いて、もちろんいろんな会見とかも見たんですけど、なんで今出馬したのか、そして出馬した上で日本をどう変えたいのかっていうことをやっぱ深く聞きたいなと思って、今日は伺いました。まず前半は何で出馬したのかって聞きたいんですけど、猪瀬さんも75じゃないですか、75で出馬するの老害じゃないのかみたいな声ってやっぱあるじゃないですか、まずそこに答えてください。そうだね、でそれってさ、はい、個人差なんだよね。おうおう、だから50歳過ぎると、もうね、お年寄りみたいな人とかいっぱいいるのね、はい、あるいは田原総一郎88でしょ、はい、まあ結構あれだけども、でも元気でやってるでしょ、はい、普通介護老人ホームですが88だったね、だからね、個人差すごい差が出てきます。ほう、で僕ね、ランニングをね、始めたのが64歳の時なんですよ。いや、糖尿の数字が出たって言って医者に怒られて、はい、それでどうやったら治るのって言ったら運動するしかないねとか言われて、それでそこから走り始めて1年半後に東京マラソン出たんだよ。だから俺家の周り 300m さえ走ってみたのよ、10軒ぐらいある家の周りを走ると 300m ですよ、100m の3倍かと思ったんだよそれから駅まで走ってって 500m とかさ、で伸ばしてったら1年半後に東京マラソンまで行っちゃった。今毎日どれぐらい走るんですか？今だ、ね、月50キロ月50キロね、だから月50キロって1日5キロで10回でしょ、はい、でまあ、2キロの時は25回になるから、いろいろあるわけよ。で月末になると溜まってくるんだよで雨降ってもいくよもう、月末の集金みたいな感じでさ、大変だよ。でも50キロ絶対譲らないでやってくっていう、人に約束してるわけじゃない、自分とのこのスマホに載ってるからね、何キロ走ってるとかね、それ50いったっていうふうに、あとアップルウォッチもやってるしね。だからそういうことで作家って閉じこもって原稿書いてるっていう時間は結構あるんだよね、夜中ずっと起きてて、で運動をやらない時って結構あったんだよね、でもね、学生運動ってやったでしょ、はい、あれ運動なんだよ。お、確かにね、広い意味でのね、あれね、砲丸投げみたいにさ、投擲とかあるだろ、あ、それからフェンシングみたいにさ、はい、下馬持ってやるだろそうか、それから機動隊で追いかけられたら必死で全力疾走だろ、 あと普通のでもこうジョギングじゃない、ね、だからあれ、あと追い詰められて塀かなんか登ったりするとあれクライミングだからさ、確かに体育会系みたいなもんですね、あれ近代五種なんだよ近代五種、ね、学生運動なんだよあれ、まあ、2年ぐらいやったけどね。学生運動ってリーダーされてたんですけど、まあ、だから、まあ、マネジメントやってたね、ちょっと前にほらこの公って本に書いてニュースピックスから出ましたよね、公、ああここにあった、はい、例 の、 連載したじゃない、ニュースピックスでしてました、してくださいました、ね、あそこで書いたんだけど、学生運動ってマネジメントなんだよね、あ、わーっと運動行くでしょ、すると誰かとパクられるわけよね、うんうんうん、それするとそれをどう面倒見るかとか、うん、全体で何人出すといくらかかるかとか、うんうん、あるいはその
悩んでて、僕もうでも怖くていけませんって言ってカウンセリングやるわけね、うん、とか全部入ってるのよあれ、マネジメントが。はだからそこでマネジメントでむしろ要求する側よりもちゃんとどのようにガバナンスするかっていう側で意識ができてきたんだよね、あの時に。そこが猪瀬さんの原体験っていうか、始まりなんですよ。だから要求だけしてるっていう人たちいるじゃない、うん、だからあの頃労働運動も流行ってたんだけど、労働組合は労働運動で賃上げ要求するわけだけど、払う方は経営者でしょ、払う方を稼がなきゃいけないわけよ。だからどうやって稼ぐかって方向にものを考えなきゃいけないなって分かってたわけ。ああ、ちょっとこの話だけでも50分ぐらいいけそうですけど、うん、その意味でこれ、あの健康の話とどう絡むんですか？課長の意識というのがね、課長の意識ね、うん、その時もう20代で課長の意識だから、今若者論とかやってるけど、うん、若者は要求ばっかりしてるけど、うん、もう俺20代で課長の意識持ってどうやってガバナンス、うん、マネジメントしたらいいのか、この国をとか、うん、考えてた、うん、まあ、それで健康の話で言えば、はい、学生運動は運動だろ、はい、それからそうそう戻ってきた、運動に戻ってきた。で30代に、うん、僕は35歳の時に昭和16年夏の敗戦と天皇の掛け星書いてるわけよ、うん、名著ですね、あれも3年ぐらい閉じこもって書いてたから、うん、ちょっと太ってきちゃったあの時ね。それで40から空手始めたのよ、うん、空手がだけど日曜日しか時間なくて、日曜空手だから5年かかった黒帯取るまで。黒帯取ったんですか？取ったね、なんかやるって決めたらとことんやるんですね。あれね、空手道場の大会で俺で、ね、準優勝してんだけど、それ茶帯なのよ。つまりね、あれ全部覚えなきゃいけないんで、ダンスみたいなもんだ、振り付けを。とね、日曜日だけやってると覚えられないのよ。うん、実力はあるんだけど、黒帯なかなか取れなくて、で5年かかってやっと黒帯取れたんだけど、実力はあったのよ、組手は。猪瀬さんで喧嘩したら強いんですか？だからそれやめとこう。まあ手は早いよな。まあ、防御は先よ、やっぱりね。でまあ、それからその後ね、うん、テニス始めたんだよ、うん、テニスね30年やってるよ今も。週末、うん、まあ大体土曜日に1時間半ぐらい、結構あれはね激しいから。ところがさ、テニスコートに歩いて5分なんだけど、はい、車で1分で行ってたんだよ俺、はあ、めんどくさくて、はい、行けばやるから、うんうんうん、と思ってたら64歳で糖尿だって言われたんで、うん、まあそれは軽い糖尿だけどね。それでランニング始めた。そういう意味では肉体的な衰えってまだあんまり感じないんですか？だからないよ。だからない、全くない。それで問題はだから好奇心ですよ。だから若い時から好奇心持ってると、うん、今も好奇心で生きてるから、うん、いつもなんかこれはなんだあれはなんだっていつも考えてるから、うん、それが大事なんだよね、原動力は。そうですよね。それとね、うん、東京マラソンチャレンジしたのも好奇心なんだよね。あでどうやってやったらできるのかなって考え始めたの、その始めて1年半だよ、うん、考え始めて新宿から浅草までぐるぐる回って30キロなのよ、うん、そこまでは平らだから行けるなと思ったわけ。まあなんとかね。その後運河とかあって12キロぐらいあるわけよ、うん、当時のビッグサイトが終点だからゴールだからそこ乗り越えるのは大変だろうなと思って、 あらかじめ走る前に2週間ぐらい前に浅草からビッグサイトまで走っといたのよ、うん、そうすると目標管理なんだよね。そうすると30キロ過ぎてみんなへたばるわけよ。そこからデジャビューになるわけよ、うん、俺知ってるこれってそこで乗り切ったんだよね。だから好奇心でどうやったらその勝てそうもない勝負に勝てるかっていうそういう考え方でやってみたっていう。今回出馬したのも好奇心ですか？もちろんあるね、当然、うん、やってみなきゃ分かんないよね、うん、まあ、参議院の全国比例なんで、うん、小選挙区は大変なんだよ。僕ね、都知事の頃かな、政治家のパーティーに一生懸命行かなきゃいけないから行ったらさ、こっちの政治家とこっちの政治家が話してるわけよ、うん、盆踊り何回行ったかってやってるわけ、うん、でこっち行く200回って、より300回だよそれ自慢してたけど、うん、盆踊りさ200回300回って異常だろ、1箇所5分だよね、うんうん、それやってたら衆議院っていうのは常在戦場っていうでしょ、常に戦場にあり、はい、つまりいつ解散か分かんないから、うん、で小選挙区はつばぜり合いだから一人しか受かんないんだから、中選挙区は何人も受かるからね、うん、だからもうそれやってるんだよ、はい、そんなことやってたら絶対に日本の将来どうなるかとか今どう改革するかとかビジョンはどうかって考える暇がないよ、うん、で衆議院はそういうことだよね。だから参議院は6年に1回でしょ、しかも全国比例は地方区じゃないので、うん、ビジョンを考えてできるっていうふうに
思ったわけよね。ああ、そしたらビジョンを考えて政策通すには一番いい立場の一番いい。だから昔、6年ありますもんね。でそれから昔さ、うん、参議院って貴族院だったわけよ、はい、選挙なんかなかったわけ、うん、だからまあ今もイギリスそうでしょ。だからまあ、まあ上院ってことでもあるけど、うん、と戦後ね、あの貴族院が参議院になった時に緑風会ってあったの知ってる？知りません。緑の風の会って、うん、山本雄三とか作家のいろんな人たちいたのよ、文化人が。へえ。だからそういうその衆議院と別の役割を果たすんだっていうのが当時の参議院の理想だったわけ、うんうんうん、そのうちにね、全国区っていうのがあると知名度がないと浮かんないから、うん、有名人が出るようになっていったんだけど、うん、本当はそういうあれだよね、うん、だからなんで作家なのに政治家だって言うけど関係ない、参議院はそういうものなんだよ本来、うんうんうん、要はそれとよくさ、あの石橋慎太郎さんも作家で政治もやったんだけど、あのフランスのアンドレ・マルローとか、うん、作家でしょ、ノーゴル政権 の、 あの文化大臣やってるよね、はい、あとはちょっと遡ればビクトリー・ユーゴーだって作家で19世紀だけど政治家やってるわけよね、うん、もっと遡ればダンテの新曲のダンテはフィレンツェで政治家やって追われてダンテ新曲書いたわけよね、うん、あ、そうなんですね、うん、だからそういう時代はある意味で文化とかビジョンを作る人は政治に関わると、だから特に貴族院とか参議院とか、うん、まあ、そういうものが ある場所があるでしょ、うん、戦後のだから参議院の本来の流れだったら僕なんかやった方が良かったんだと思うよね。そうですよね。ただ僕はあんまりやる気なかったんだよ、あの最初は泥棒で三重家やったでしょ、それでもう散々から叩かれたから、うん、もう日経新聞も朝日新聞もひどかったからね、うん、それであとケロッとしてんだよね。で今できてて、でサービスエリアパーキングエリア風景変わったでしょ、はい、ね、昔はね、しょんべん臭い場所でさ、それでまずいラーメンと高いカレーライスだったんだよね。今はさ、スタバもあればコンビニもあれば観光スポットでしょ、うん、もう完全にそれ変わったの。ファミリー企業全部追い払ったからですね。実際にだからあれほっといたら借金どん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 積み重なっていって、うん、あの40兆円超えるところだったんだよね、うん、それでそのままいくと60兆円になる、うん、とつけはユーザー運転する人が払うっていう形だったんだけど、うん、あそこで値上げ止まったでしょ、うん、値上げ止まって、で昼間渋滞するなら夜安くすればいいんだって僕が言って、うん、夜間の料金下げて3割引きになったでしょ、それでスムーズになったよね、うん、猪瀬さんってそういう形で構造改革の絵を描き具体像も描いて、うん、実際小泉内閣とかで、うん、あの実際に実行までしたじゃないですか。仕組みを変えていくっていうことが、ね、うん、大事なんで、うん、だから例えば、うん、その僕が副知事になって仕組み変えたのっていうのは、例えば地下鉄の九段下の駅の壁、うん、バカの壁ぶっ壊したでしょ。ありました ね、あれ乗り換え階段上がって改札行ってまた階段降りちゃう、同じホームで、うん、ね、だからそういうバカの壁、まあ一元化をね、うん、やりかけたんだけどやめちゃったんでそのままできてないけど完全には、うん、サービスは変わってきた、うん、そうですね。猪瀬さんが描いたものって結局今の時点日本でその構造改革って何パーセントぐらいなされたんですか。未完だと、完全に未完だと思うんですけど。いや、未完だらけだよ、いろんなところ。もう8、9割ぐらいできてないと、ね、できてないこといっぱい。だから小泉純一郎の構造改革って言ったんでね、うんうん、あと東京都に行って構造改革できるかっていうところで、あとあの東映交通持ってたから、うん、地下鉄ね、さっき言った一元化する途中までやったけど、あと例えばあの地下に入るときにメールが切れてたでしょ、うん、あの地上で私鉄に乗ってて地下入ったらメール切れるわけよ。それで孫正義と話し合ってあのメールを見れるようにしたんだよね、うん、今当たり前に YouTube とかメール見てるけど、うん、あれも改革したわけよ ね、 そうですね。仕組みをどんどん変えていくらでも思いつくと、あることいくらでもあるんだよね、やろうと思えばね。だから猪瀬さんが今回出馬したのもそれできることいっぱいあって、うん、やるべきこといっぱいあるのにそれが全然進んでないっていう、うん、苛立ちっていうか焦りっていうか、うん、そこが大きかったんですか。だからこれね、うん、岸田政権ね、うん、本来はあの時に、うん、あの菅さんがまあいろいろあってコロナがすごくてで辞めたらよくなったじゃない。その時に河野太郎がなりそうだったわけね、うん、自民党がもう選挙負けちゃうから河野太郎、それから進次郎とかそこについてっていうところが、自民党の総裁選始まるぞって言ったら自民党の支持率がまた戻ってきたんだよね、うん、コロナがこうなったから。そしたらさ、岸田さんになっちゃった。だから自民党危機だったら河野太郎とか進次郎とか出てくるわけだけど、うん、安定しちゃったら岸田さんになったわけだよね。岸田さんっていうのは新しい資本主義とか言ってるけど、まあ
大企業の総務部長みたいな感じなんだよね。だから年功序列終身雇用のパターンの中の総務部長でしょ、うん、だから改革はあまりしないしするつもりもない感じですよね。調整ですから総務部長、うんうんうん、調整して調整して調整してっていうことだから。そこで僕が去年の11月にモデルチェンジ日本っていうのを作ったわけね、うん、民間臨調、はい、で岸田さんに提言しようと。でそこに集まったのは富山和彦とか松田幸太とか原英二とか安宅一斗とか、うん、改革派の方々ですね。落合陽一もいたよ、うん、でまあとにかく そういう人たち10人ぐらい集まってでやろうよっていうことで提言して、まあ、一つはまずカーボンニュートラルの加速と、実はウクライナ戦争でヨーロッパはエネルギー危機だけどだから化石燃料が必要だって原発が必要だって言ってるけど実は必要なんだけどだからこそ脱けカーボンニュートラル加速なんですよ、うん、加速してるの逆に、うん、だから日本はエネルギー危機だからカーボンニュートラルなんかやってらんないよってこうなっちゃってるわけね、うんうん、石炭燃やせとか言ってるわけだから全然意味分かってないんで、で COP26 がちょうどあるんで、で岸田さんにこれちゃんとやってくれよって提言しに行ったのね。で岸田さん聞く力って聞いてたんだけどさ、だからまあ一応所信表明でちょっと少しカーボンニュートラルの強調が出たよ、うん、ただ聞く力もまあどこまでね鼓膜浸透しても全土用に行かなきゃダメだから、うん、どこまで聞いたか分かる、まあ一応ちょっと影響はあった、うんうん、その後次の提言を考えてて、でところがウクライナ戦争で岸田さんの支持率上がっちゃったのね。そうですね、今最高って言われてますね、うん、最高だよね、うん、60% だから普通だったら下がってくるから少しずつ、うん、そこでいろいろ提言してこれを聞いた方が支持率上がりますよっていうふうに改革を出していこうということだったんだけど、うん、それは今も僕が抜けてもモデルチェンジ日本は続けていってもらうわけだけど、僕はだからちょっとねこれだと提言聞かないなと思ったのね、うんうん、それに対して日本維新の党が野党第一となれば、うん、そこの提言って聞きますよ ね、うんうん、だからそこであちょっとねいい表があるんだけどさ、うん、これ拡大してみてもらって、あ、はい、これ会見でもね会見出したんだけどね、うん、これですよね、これ映像で出しますね、これね、はい、これここで見ると、うん、自民党っていうのは保守からリベラルまで幅広いわけよね、うん、それから全体に改革よりも反改革規制既得権益の世界にいるというのが分かりますよね、うん、で維新の会は改革政党として、うん、いやいやこれ真ん中でちょっと右ぐらいですね、うんうん、でリベラルっていうのは立憲民主共産は反改革っていうところですよね、はい、これ国民民主党がなぜ入ってないんだって言われたけど、国民民主党はね流れ星だから、うん、流れ星ね座標がないんだよ、うんうんうん、そういうことだよね、確かにね、まあ、こういう構造をちょっと後でこれ出してもらうと分かると思うんだけど、うん、非常に分かりやすいでしょ、分かりやすい、ね、岸田さんはこの真ん中より左ちょっとリベラルの反改革の方よ ね、うん、ね、河野太郎はリベラルの改革の方だよね、うん、これ野田聖子はまあリベラルであんまり反改革の方だよね、うんうんうん、菅さんはまあ保守の方の改革と、安倍さんは菅さんよりこんなちょっと低いんだけど、これ保守の方の少し改革と、うんうん、高市さんは超保守の方と、こういう感じだよね。あ、これで維新はやや保守ぐらいのところを見てるじゃないですか。そういう意味で維新ってあんまりイデオロギーじゃないってことなんですかね、よくもあるかも、うん、そういうことですね、うん、まあ、改革政党として位置づけていいと、つまり何かというと、うん、今維新の幹事長とか政調会長って1年生2年生議員なんだよね、40代の、うんうん、もう本当にねその若手なんだよ、うん、だから自民党だと年功序列終身雇用だから当選5回6回上がっていかないとその役職につけない、うん、大臣になれない、伝統的な大企業みたいなものですよね、まさに伝統的な大企業だよね、うんうん、だからそれに対して改革推進の維新はベンチャーですよね、うん、未来志向の、うん、スタートアップ、スタートアップですね、うん、だからそういう考え方でいいと思う、捉え方としては、うんうんうん、そうスタートアップだと、だから幹事長だって1年2年で幹事長になれちゃってるんだからさ、へ、1年2年生でさ、だから自民党だったら絶対なれない、その意味では、まあ、自民党と維新の党って必ずしも反目するわけじゃなく、うん、手を結べるところは結んでいって、うん、日本を変えていけばいいってことでもあるんですよね、うん、だからつまり岸田政権が揺るがなくなっちゃったら、うん、これもうどうしようもないから、今度参議院選である程度維新の会が票を取らないと、取って、うん、つまりもう
いわゆるさ立憲民主党っていうのは昔の、うん、90年頃の社会党ですよね、うん、だから社会党って3分の1あればいいっていうことで彼らもそれが目標で満足してるわけよね、うん、つまり政権意欲がなかったわけだから、うん、立憲民主党は今そうなってるから、うん、完全にそうするとまあ、公明党と自民党くっついてる構造がこれ良くない構造なんだよね。そこに維新がどけって言ったりしたっていいわけよ、うん、ある意味では。あと維新の位置づけなんですけど、うん、ツイッターでもやっぱ東京の人はちょっとバカにしてんじゃないかみたいな言葉でした、ね、うん、あれはどういうことですか。結構ね僕の周りでもね、うん、維新なんて嫌いとかっていう人東京人多いのよ、うん、それはもちろん大阪の政党だったからねまずはスタートがね、うん、でもこれなんだろうなと思うんだけど、うん、要するにただの食わず嫌いなんだね、うん、で聞いてみると根拠ないんだよね。あなんか知らないけど嫌だとか言ってるだけで、うん、橋本嫌いとか どこが嫌いなのって言うよ気に食わないっていうかっていうぐらいで根拠ないんだよみんな、うん、だからそういうセンチメントで言ってちゃダメよね、うん、やっぱりロジックで考えないとで大阪都構想って知らねえよみたいな感じで言ってるから、だから多分ね地方を東京人に見下してるところがあるからそういう感覚も混ざってるんだと思うけど、うん、でもこれからはそうは言ってらんないし僕は東京都知事だったわけだから、うん、東京人だしね。だからそこで維新の会というのを、まあ、ちゃんと東京も中心に考えてやっていこうよねっていうことになると思うんだよねこれからね、うん、まあ、日本の維新党の側もある種東京におけるマーケティングっていうか、うんうん、都市っぽい政党だって打ち出し方は大事かもしれないですね、うん、そうですよね。だから、うん、改革って何なのかってことだよね、うん、もう自民党って例えば参議院選挙なんかもそうだけど各種団体がみんなくっついてるわけよ、なんとか協会なんとか協会って、うん、お医者さんだったり看護師さんだったり幼稚園だったりいろんなものがくっついてるでしょ、あるいは建築だとかなんとかいろんなものが全部くっついてるからね、うん、これ全部うるさがって票をもらうわけよね、うん、この構造を変えないと要するに規制改革ができませんよね、うん、でそれを維新が揺さぶるような形にしなければいけないということだよね、うん、維新が票を取れば改革できるんですか、うん、プレッシャーをかけれるってことですか。いやだからここが問題で、うん、ウクライナ戦争で支持率上がっちゃったでしょ、うん、特に何もしてないんじゃない、ウクライナ戦争に対して。でも国家が危機だというとなんとなく現政権有利になるわけよね、うん、これがだから正当な評価ではないから改革を何もしないで、今岸田政権は何もするなって言ってんだよね、何もしない、波風立てないで選挙に行きましょうと。そうすると3年、うん、だから長期政権になっちゃう、うん、だから長期政権だと何もしなくてもう生き延びちゃうというかね、うん、そういうことになると思う、ね、けど今の公示事実も続くか分かんないじゃないですか、公示事実もこのまま続くか分かんないじゃないですか、うん、その時に落ちてきた時とかにしっかり揺さぶりをかけたり、うん、もっと改革をしろってことにプレッシャーをかけるためにもこの参院選で日本の維新党が、うん、維新の党が伸びることが大事だって考えてらっしゃるってことですね、うん、だから改革を突きつけると本来支持率上がるんですよ、うん、だって河野太郎とか小泉進次郎とかいると支持率上がるでしょ、うん、だからそれは国民は危機感感じてるわけですよ、うん、だからそれ改革を突きつけて、うん、だからモデルチェンジ日本で提言書を渡したように、うん、維新の会がいろんな改革を突きつけていくと、うん、それはそうした方が得だと考えていくようになっていけばいいわけですよね。改革すれば支持率が上がるっていう構造は今後も続くと思いますが、うん、なぜかというとなんか日本全体に諦めムードもすごく感じるわけですよ。それはねメディアにはいけないんだよ、うん、上がるんですよ必ず。上がる。どの子だ民営化でも、うん、あれ小泉さんが郵政解散って言ってたでしょ、うん、郵政解散の直前に道路公団副総裁逮捕だったのよ。それで盛り上がったんだよ、うんうんうん、だからそこのところをみんな分かってない。改革進んでると思うと国民ってのはバカにしたことじゃないんだよね、うんうんうん、で僕が副知事だった時に5年半やったわけで改革を、はい、なので都知事選ものすごい票いったでしょ、ね、だから改革していくっていうのは見てるわけ、国民は期待してるわけ、うんうん、それをどうでもいい言論言説がそのメディアに広まってているだけで、それでその人を腐すような発言ばっかりしてるような吹きだまりみたいなのができちゃってるけど、本当はそれはメディアが改革の目標とかを示していくのが、本当はビジョンを作るのは、うん、文化の役割だからね、うん、本来は国民もそれを求めてるってことですね。だから、うん、でさっき言ったように小選挙区忙しすぎるんだよ、うん、で昔はね中選挙区の時は一つの選挙区から4人5人も受かったりして、だからみんな大きなこと日本国全体のことを喋ってたんだよね、うん、
でそういうそれ、まあ、もちろん中選挙区は熾烈な戦いなんだけど、でそこであの政権交代がね疑似的に起きてたわけよ、派閥の長で戦っていくから、はい、そうすると今その小選挙区になってしまったら、政策論争がなくなっちゃったわけよ、はい、自民党の中に、うん、だから社会党がダメで自民党の中で政権交代しててそれが刺激になってたわけね、うん、ところが自民党の中の政権交代なくなっちゃって共産党みたいな感じで小選挙区出身者が今78になっちゃったでしょ、うん、だからもう完全におとなしいその言うこと聞く生徒たちみたいな感じの党が自民党になってるから、うん、自民党の面白さはやっぱり二階さんなんかもさ古いタイプの最後だけど浜子さんみたいなとかいろんな変なのがいっぱいいたわけやな、面白いのが、うんうん、その変わった連中が今本当大企業のね亀井さんとかねちょっとサラリーマンっぽくなりましたよね、うん、だからちょっとなんかそれなりの昔のまあ雰囲気もいい悪いはともかく個性のある人がいっぱいいて悪の強い人たちがいたんだけど今は学優等生みたいなばっかになっちゃったでしょ、うん、ね、だからそれじゃダメだよね、だから自民党の中の政策論争がないから維新の会から政策論争を吹っかけていくっていうことが大事だと思うね、うん、先ほど好奇心で出馬した面もあるとおっしゃってましたけど、うん、あの出馬した時の文章を読んでてもやっぱり最後のご方向ってことも書かれてたじゃないですか、うんうん、だって本当に日本このまま行ったらもう沈没するっていう危機感をもう私も持ってますし、うん、多くの方がもう肌で感じ始めてると思うんですよね、うん、そこでも今立ち上がらなきゃいけないと思われたっていうのが大きいわけですよ、うん、これもう一つはやっぱウクライナ戦争もありますよね、うんうん、つまり僕はあの黒船の世紀って本書いてるんだけど、はい、帝の装束日本近代を前提にして書いてるんですけど、あの黒船がやってきた時に実は黒船の前にあのイギリスがね清国にアヘン戦争を仕掛けたのは1841年なんですね。で完全にやられてるわけね。で黒船が来た、それ知ってるから知識人は当時ね長崎から情報が入ってますから黒船もう終わりだと必死になるわけですよね。そこで明治維新が起きるわけよね。でその起こした結果国際社会に編入されるわけ。国際社会に編入されたら気づいたの、これアフリカのサバンナだよと。弱肉強食ですよ、ライオンがいていろんなものがいて、そこを生き残っていくのが国際社会だって分かったわけ、うん、だから富国強兵、殖産興業でとにかく生き延びて独立を維持するのがいかに大変かと。みんなインドだってインドネシアだってベトナムだってみんな植民地ですからね。そういう中で中国も清国ももうめちゃくちゃやられてるわけでしょ、うん、そういうことで弱肉強食の世界だって分かったわけよね、国際社会は、うん、一応国際法があると、ルールはあるけれども強い者が勝つと。でそれが実は昭和20年までそういう世界で日本は追い詰められていって、うん、結局アメリカに戦争を仕掛けて失敗するわけだけど、うん、追い詰められていった結果なんだよね。で戦後70数年っていうのはその弱肉強食の世界が消えちゃったわけね、うん、で実はアメリカが守ってるんだけど国民は守ってる意識がないから、守られてる意識、ディズニーランドとおっしゃる、ね、ディズニーランドなんですね、うん、だからディズニーランドの中ではあの鉄砲撃ってもコルクの線が出てくるだけだから、うん、要するにリアリティはないわけよね。それ今回ウクライナ戦争でウクライナの人たち戦わないとロシアに殺されちゃうって分かったわけでしょ、うん、これ初めて多分戦後70数年のうちに弱肉強食なんだって分かったと思うね、うん、で安全保障なんて言葉は全然見てきてなかったのね。だから三島由紀夫が1970年に自決したけど、その時にこのまま日本は、うん、あの中ブラリンなね中間色の、無機質な、うん、ただの経済大国でっていうふうなことを言ってちょっと目を覚ませさせようとしたんだと思うけどね、うん、そういうそこから何も日本は変わってないっていうかね、うん、さらにその三島由紀夫の言葉から言うと経済大国すらなくなる可能性もこのままだとあるってことですよね。どんどん地盤沈下して多分ね、うん、国民国家の意識が国民だって意識がないんだと思うんだよね、うん、だから国のために戦うかっていうアンケートを取ると、うん、どこの国も 7,8 割なのに日本が 1,2 割なんだよね、うん、だからねあのマクロン大統領が徴兵制復活って言ったんだよね。で誰ももちろん本気で徴兵制って言ってるんじゃないんだよ、国民国家として意識を持たないとねって言ってるわけね、うん、であのドイツも徴兵制やってたのやめたんだけど、まあ、軍隊は専門職ですから、うん、あの素人が来ても役に立たないんでね。ただ大事なのは国民意識が大事だということで、うん、マクロンは徴兵制復活と言って、うん、1日だけやったのよ、はい、それでいいのよ、
だから成人式をその日にすればいいのよ、うん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 、別に徴兵行くわけじゃないよね、国民国家だよね、我々みんなでウクライナみたいに守らないとということですよね。そうですよね。で、僕は子供の頃に社会党は非武装中立って言ってたんだよね。でその頃日本戦争負けたからスイスみたいな国になればいいとか言ってたよね、中立国家、うんうん、ところが中立国家の意味が日本人分かってなくて、この間スウェーデンがNATO を加盟するって言ったでしょ。スウェーデンは戦車作ったり飛行機作ったりしてるんだよね、うん、要は。でスイスは国民開兵ですからね、うん、防空壕を作ってそれで全員が軍事訓練を受けてるわけだ。中立っていうのはどこにも頼りにされなくてもしてもらえなくても自分で戦うっていうのは中立だから、うん、だから中立国家の方が厳しいんですよ。でフィンランドと今度スウェーデンはだから NATO に入ってみんなで守ってもらえたら楽だから、うん、で自分も守りますということですよね。だから日本人はずっと中立の意味さえ分からずに、うん、でアメリカの傘の下で、うん、のうとしてきたっていうことでしょ。その戦後の、まあ、ディズニーランド的な幻想から、うん、もう目を覚まし始めてるし覚まさないといけない時代がついに来たってことですよね、うん、来てるっていうことだよね。来てるけどまだちょっとこう、うん、気づきれてないというか、うん、だからウクライナのあの人たち普通の人たちが戦ってるわけだから、うんうん、それでもまだそのピッと来てない人たちも多いよね。そうですね。